なんかキラキラ音が聞こえると思ったんよね。ほら。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトの時刻は2020年4月5日日曜日の午後11時23分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それでは。あれ、ノートパソコンやったんや、手前にあるやつ。さてさて。あれ、なんか来とる。なんか買ったっけ？ん？スマホが鳴っている。あ、買い取りのやつかな。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金5624ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。了解。あ、ハッピーホームアカデミー。そっか、1週間経ったけん。16,662 ポイント、ランク B、おめでとうございます。あ、でもまあ、広くなった割には、まだいいかな。壁掛け家具があることで華やかなお部屋になってきましたね。ますますの発展をお祈りして、お祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。これはやっぱりランクによってもらえるものも違ったりするんかな？オープンリールデッキ。って何？ちょ、待って、見たい。あー、なるほど、なるほど。そういうやつか。あの、なんか、こういう感じの。いらんかな、特に。あ、ちなみになんか、これ、ゲットした。あの、動画外でお金集めしよるときに。イースターのライトガーランド。とは何でしょうか。ちょっとよくわからんけど。とりあえず新しいイースター家具ってことで、作れるかな？ああ、なるほど、そういうやつ。かわいい。ウッディと空飛ぶがいるんやね。ふんふんふん。ってことは、とりあえず、ウッディ。は、ないな。空飛ぶやつもね、夜中になったら結構ないんよね。ウッディもねえや。あれ、もしかしてなんか。なになになに？あ。フルーツの楽園。世界にはいろんなフルーツがあるんだもん。様々なフルーツを植えて、この島に素敵な果樹園を作ってほしいだろもん。協力してくれた方には、マイルでお礼するからね。お？肩書きフレッシュな人気者、タヌキマイル、100マイルゲット。なんであんな部分？あ、もしかして果物の種類によるってことかな？リンゴを植えたけん、私あっこってこと？ってことはこれ全部で6種類あるんか、果物。へぇ、初めて知った。よっ。卵をください。全然出てこんくない？こんなに出てこんっけ。ほらほら、卵。あ、来た。これと、あと空飛ぶやつね。うん。月が綺麗だな。ちょ、待って、月が綺麗なのはいいんやけど。お、今待って。あれ、タランチュラやない？ちょ。これはゲットするべき。ほら。ほら！やったー、ゲットー！いやー、嬉しい。ん？これは。タランチュラを捕まえた。真似しないでね。ふぅ、お、ちょうど壊れた。あ、しょぼい網が壊れちゃった。ずいぶん使ったからな。でもやったー、嬉しい。ん？なんかさ、流れ星！ちょ。ね、流れ星流れうる。なんかキラキラ音が聞こえると思ったんよね。ほら。ふぅ。願い事叶うかな。なんかこれ流れ星がさ、流れてきた時に A ボタンを押したらいいみたいなの。なんか、あれやん、飛び盛りの時にもそういうのあったよね。あ、もう一回願い事したら終わりなんかな。わからんけど。どこや。何かし、あ、流れ星に願いを。流れ星にお祈りをすることができたら、回数に応じてマイルをお渡ししてるだろも。ラッキーなあなたに、さらなるラッキーがあるよう、たぬき開発も全力で応援するつもりだろも。ってことで、肩書き真夜中の星、たぬきマイル300マイルゲット。やったね。いやー、いいことがあるもんだ。嬉しい。でもこれね、タランチュラさ、
売りに出したらめっちゃ高く売れていいって聞くんやけど、やけどあれやん、やっぱ最初の一匹目やけんさ、お、これはレシピだな。最初の一匹目やけんやっぱ寄贈したんやん。いや、びっくりして、気持ち悪っ。気持ち悪っ。ナイスピックアップ。おめでとう。パチ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 。卵のレシピゲットだよ。まだ他にもあるかも。ぜひぜひ探してみてね。ラッキーバニーより。お、イースターの床。これは何で作れるんかな。イースターの床のレシピを覚えた。先にちょっと寄贈してこようかな。今もう持ち物いっぱいいっぱいやったね。ということなので、じゃあ、ふうたくん、ふうたくん。虫嫌いのふうたくん、タランチュラとか見たらひっくり返るんやね。起きてるね。どうも。こんばんは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？ってことで寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。タランチュラとザリガニを。あ、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ？なんかそのちっちゃいアイコンでもタランチュラ見るのちょっと気持ち悪いけど。早めに引き取っていただきたい。はい。でもこれでもう次回からはタランチュラ、ね。ちゃんと売りに出せるということで。どれぐらいで売れるんやっけ？結構長くやったよね。よし、それじゃああとはちょっと空の、空の卵をゲットしたいけん。おっと、びっくり。あ、なんか止まっとった今、フクロウが。これか。釣り大会のお知らせ。皆さん、4月11日土曜日は釣り大会です。たくさん魚を釣り上げると商品がもらえるんですって。お気軽にご参加くださいね、しずえ。かわいい、なんか猫が釣りしよる。4月11日 ?11 日が釣り大会。了解です。ってことはまたジャスティンがやってくるわけやね。ふふ。魚政さんではなく。あ！来た来た来た。は。おし。オッケー。お、なんだ？またしても。パチンコバルーンファイトキャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。よきよき。もう一個ぐらいこんかな。てか、これで、これで、あれじゃない？あの、何やっけ？ライト？かなんかの方は作れるんじゃない？よっ。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。これで、あ、これじゃないな。あ、これこれ。イースターのライトガーランドを。これを作ります。で、あと、ウッディ2個と、空飛ぶが2個いるんよね。さあ、頑張って、ゲットしていかねばやね。で、地面の穴も見つけたらちょっと掘っていきたいし。どこや？ないな。何か、あ、プレゼント来た来た来た。ちょ、待って待って。待って待って。はい。イェーイ、オッケー。これで持ち物欄が埋まったね、ちょうど。よし、ふうたくん、ふうたくん。お願いします。もうなんかすごい、あれやね、騒がしい服装やね。はい、化石の鑑定、お願いします。ってことで、この二つね。はい。さあ、両方とも展示に行くのか、はたまた売れるのか。あ、ってことは片方売れるってことやね。よき。よき。あ、全然片方寄贈するよ。何かわからんけど。はい。それじゃあ、寄贈します。ワクワク。んーと？ケツァルコアトルスの左翼。めっちゃ言いにくいね。本当におる恐竜たちなんかな。あの、あつ森の中だけのじゃないよね、別に。
いやー、まさかケツアルコアトルスの左翼がこれほどいい状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説いたしましょうか。お願いします。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。ケツアルコアトルスはですね、恐竜時代の空を最後まで支配した史上最大級の翼竜です。翼を広げた姿もさることながら、地面に立っている時も現代のキリンより大きかったとか。マジでめっちゃでかいやん。最近では足跡の化石なんかも見つかったりしておりまして、四足歩行をしていたことが分かっています。え、マジで？え？かっこよく空を飛ぶイメージとは裏腹に、かなり地味な歩き方をしていたようで、なんだか笑っちゃいますね。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって、完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。じゃあ残りはとりあえず、この時間もう閉まっとるけん、店は。外のボックスの中に入れてこようか。よし。いくらぐらいになるかなー。ゴーゴーゴー。よいしょ。お店の買い取りボックスら何か売ろうかな。売っちゃいます。ってことで、ん、これはいる。オープンリールデッキがいらん。あ、ちょっと待って。先に化石。あ、結構やね。やった。で、オープンリールデッキ。以上です。5000円近くいったね。イェーイ、嬉しい。嬉しい。流れ星に願い事もしたけん、きっと今後いいことがあるはず。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな？後日何かしら影響があるとか、あ、何かもらえるとかかな？タランチュラのこともあったけん、願い事する前からいいことあったんやけどね。